様こんにちは、今日は、今年は大沢先生の生誕111年にあたります。私は今日ピアノの曲の方を、させていただきたいと思います。2曲演奏、いたしますが、1曲目は、ソナチネ。この曲は、大沢先生が本当に若くてらして26歳の時でいらっしゃいます。でボストンで、作られました。26歳と言いますと、何かこう私は自分のことを思いましても、26歳っていうのは、何もできていなかったなというふうに、私は自分のことはそういうふうに思いますが、ただ同じ年齢で大沢先生はこれだけ素晴らしい、あのソナタ、いわゆるソナチネ、少し小さいものになりますけれども、その曲をこれだけのものをお作りになったっていう、こういう、まあ、バイタリティと、それから、まあ、その才能ですね、そういうものをすごくこの作品から私は、感じ取っておりまして、これだけすごい作品を26で書くなんてすごいなというふうに私は思っておりました。ソナチネとなっておりますけれども、もう私の感じるところはソナチネというよりも、やっぱりソナタ、もう本当に大きいこう、まあ、枠のソナタだと思います。でこれは、まあ、あの形式の名前ですけれども、1楽章にその形式が現れまして、それから2楽章は何かこう日本の横笛の、ちょっとこう幽玄の世界といいますか、横笛のこう怪しげなメロディーが出てきたりですね、それから三楽章は三拍子の、少しこう何かこう軽快なリズムという、そういう感じの運びとなっております。ではこれからソナチネ演奏させていただきたいと思います。
Thank you.
本当はここで喋らないことになっておりますがなんかとても皆様にお話ししたくなりました。今日の、演奏は2曲ございますけれども、後ほど2部の方の、最後の方になって出てまいりますけれども、私なりのこの1年間の思いがございまして、大沢先生の曲に、触れるようになりましてから、早もう3年経ちます。で、以前はフェニックスホールで弾かせていただいたんですけれども、毎回そのアプローチ、音楽への先生の音楽のアプローチの仕方が変わって、いくことに私はとても自分自身で興味を持っております。幾通りものその表現というのがございまして、いかようにもその曲が変貌を成し遂げるという、怪しげになってみたり楽しくなってみたり、いろいろなその表情に変わってまいるかと思います。後ほどまた、2部の最後の方になって出てまいりますので、よろしくお願い申し上げます。